はい、皆様こんにちは。ガボラトリー将軍でございます。本日は、ミディアムサイズの、まあ、レギュラーサイズっていうんですかね、スカルプテッドオーバルバックルです。まあ昔からあったタイプですね。まあラージも前からあったんですけど、ほとんど出て世の中に出てなかったから、まあなんていうんですか、これがまあほぼ定番的な、スカルプテッドオーバルです。これこういう感じで、こっちですか、こういう感じですね。よくできてます。このアウトリガーになってるタイプは、なんていうんですか、ベルトをつけるときにこうちょうどバランスよくなるんですね。おガボルナギスタンプですね。これも何やと待っていただいたんですね、申し訳ございません。これぐらいこういうなんていうんですかね、その普通こんなんなったりこんなんなったりするんですね。このスカルプテッドオーバルのバックルっていうのは難しいんですね、案外。これはベルトループは普通のベルトループのタイプです。この革ベルト、いつもよりいい革なんですね。お約束のガボラトリーアトリエマークスタンプも打ち込まれております。こんなところで本日は、失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。